皆さんこんにちは、柚木史郎です。はい、今回もモンストやっていきたいと思います。今回また行きたいクエストがありましてやってきました。今ねたくさん来てるんだけど、こちらスルト、あと2分しかないんだけど、こちらのスルトに行きたいと思います。そしてねメンバーの方がダルタニャン、そして、これ平の清盛、そしてこちら始皇帝でね、このメンバーで行きたいと思います。ちょっとね時間がないから早く入っておこう。で、こちら水の方が一番いいんだけど、誰がいいかな。ダルタニャンかな。うん、ダルタニャンをちょっと使わさせていただきましょう。ちょっとだいぶ急いで入っちゃったけど、こちらのメンバーでやっていきましょうか。そして、第一ステージは、中ボスの上に入れば大ダメージを狙えると。あの枠でカンカンするのが、まあ、一番大ダメージを与えられるってことなんですけど、ダブルダルタニャンで今回も来ましたから、こちらはっ、とりあえずダルタニャンに触れて、でもまあまあ、40万ダメージ。そして、あんまり使ってないんだけど、こちら始皇帝の方連れてきたんだよね今回。魔族キラー M、 そしてゲージでアンチワープか。スルトの方なんだけど、まあ、あのスルト自体が火属性なので、水属性でこう固めた方がいいっていうねことなので、こちらのメンバーでやってきております。でこの平の清盛なんですけど、こちらが火属性耐性、そしてアンチ重力バリアとね、あの耐性持ちなのでダメージ食らったとしても入りづらいんじゃないかな。はっ、よし。こちら平の清盛も実を言うとね、あんまり使ったことないんだ。育てるだけ育てて、あのずっとね使わずにいたんですけど、こちらねするとダルタニャンたちがね、これダブルダルタニャンが貫通だから、上の間でカンカンするってことがねあんまりできないはずなんだよね。これまあちょっとこれ横勘でいきましょうか。始皇帝、そして平の清盛、ナイス、いいダメージ入ったんじゃない。70万近かったね今。こっちのダメージもちょっと痛いね。回復取りましょうか。取れるかな、どうかな。よしよし、弱点感化いったね、ナイス。さあ次で倒せるかな。じゃあ、しっかりハートも取ってから行きましょうか。はっ、さて、ここでやりきってと。いやスルトの方も、進化バージョンのスルトがね、あの攻略サイトによると7点ということなので、ぜひともこれね持っておきたいところ。第2ステージではなくて第3ステージかな、こちらだね。第3ステージ、雑魚がいっぱい、先に雑魚を倒そうと。左右に雑魚がいるってことか。枠の中には絶対に近づかないようにってことは、これ爆発する雑魚ってことかな。雑魚の攻撃力が高いと。なるほどね、そういうことですか。ちょっとこちら下から弾いて上のダルタニアンに触れていきたい。あの枠の中にいちゃいけないんだよねこれ。ってなるともうこれちょっとあの枠から出ましょうか。あでもレーザーなのかな、爆破がでも来る感じか。次1ターン2ターンぐらいで、これどうだろう、どうしようかねこれ。もうなんだったらここでやりきれるかな、カンカンして。よし2匹。うんで、右側のあの爆発が痛いんだ、なるほどね。ここはじゃあこうさせていただきましょう。ちょっとずつこの雑魚のね体力も削っていこう。うんで、次ダブルダルタニャンがこちら来ておりますけど、ダブルダルタニャンどうしようかな。もうここでさ向こう行くと爆発で巻き込まれたりするかな。大丈夫か、2ターン後に来るから。よしじゃあこれでちょっとこうダメージを与えて、うん、次のターンであの爆破の敵を倒せば一応安全にやれるってことかな。これ安全にやりきりましょうか。あ
やれないか。やっぱり一人だけの力じゃいけなかったみたいね。さて、こうなってきますとそろそろちょっと回復が欲しいね。じゃあちょっとこう上に行きつつ回復も取りましょうか。行け、よし、オッケーで、これで雑魚があと下だけか。うん、下に残ってる雑魚をこの角度でどうかな、やれるかな。1体倒してもう1体か。あー、こいつだけだったらそんなに火ダメージがこう痛くない感じね。はっ、さて、こちらどうだ。スルトも倒してハートも取ったと。 OK、 このあと20ターンで倒さないといけないと。 OK、スルト第1ステージ、こちらの第1ステージは右下の忍者か、あれが危険なんだね。忍者が2ターンと5ターンで何か攻撃が来る感じだけど、やっぱりでも友情の力を借りていかないと多分やりきれないんじゃないかな。はっ、下から弾いて、わー結構体力あるんじゃないか、あの忍者。あら、これ始皇帝さんがこれ来てますね、ストライクショット。何かな、始皇帝さん仲間を率いてか。いやー、ここだとちょっと場所がまずいから、これどうしようかな。あ、ちょっと待って、魔人キラーがこれ発動してるんじゃない。魔人キラーが、はっ、どうだ、触れられれば大きいけど触れられないか。魔人キラーが発動してたけど、あれって魔人なんだね。そうか、キラー持ちだもんね。うん、魔人キラー M。 さあ、平の清盛さんもここでねやっちゃいましょうか。忍者いけ、よし、まず忍者をやりきってと。さて、ダルタニャンがね溜まってるんだけど、ダルタニャンまだ大丈夫かな。うん、回復の壁だしね。よし、ナイス、ダルタニャン。あんな感じなんだね、スルトの声って。実を言うとね、私も一応スルト持っているんですよ。あの、カメクエに有利だからね、スルト。はっ、あの、よく奥検知の際にね、私あのスルトの方使わさせていただいております。いや、スルトも運極にするとカメクエがね、こう楽にドロップしやすくなるんではないでしょうか。だってそんな話をしてたら第一ステージ終わりました。次第二ステージ、ここだね。第二ステージ、味方が固まらないように注意と。で、上のあいつにはちょっと近づかない方がいいのかな。で、平の清盛のストライクショット、狙った方向に、あ、これいいじゃん。あそこにビットンみたいなさ、弱点守ってるやつがいるけど、どうなんだろう。この角度だったら入るよね。いけ、いけ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 、どうだ、58万ダメージくらいなのかな。いや、これどうしよう、ダルタニャン、ダルタニャンでこれ大ダメージを与えたい。与えられないか、戻ってこれればよかったんだけどね。敵をこうまたぐ感じでね、やりきるのが一番ベストだったけど、ダルタニャンね、どうしようかな。ここで、ここでもうちょっと弱点貫通かな。はっ、どうだ、こんな感じ。あー、でも近づいちゃった。爆弾、爆破がやばいね。仲間を率いてはね、次第3ステージかな、始皇帝。じゃあ雑魚処理、ちょっとここら辺の雑魚もこうちょっと倒しつつ、おーおー、いい感じ、すると大ダメージ。いや、やったね、100万ダメージぐらいいったんじゃない今の。さて、じゃああと残すところ雑魚だけだね。はっ、やってくれ。さあ、みんなで雑魚処理や。これがね、ダルタニャンの友情だとね、結構雑魚処理しづらいところもありますけど、よいしょ、狙った方向にちゃんと行ってくれないとね、これ、こういう感じね。で、貫通だからね、下手にこう行かない。はっ、どうや、いけいけいけ、倒しきるん、倒しきるんや。毒で死んだ、よし、オッケーオッケー。あと8ターン、7ターンかな、7ターン。
さあ、ここで最終ステージかな。第3ステージは雑魚処理してからボスを削ろうということですね。じゃあもう始皇帝これ仲間を率いて雑魚処理してもいいんじゃないかな。ちょうどここにダブルダルタニアもおりますからね。行け。万里に住まう者たちよ。さあどうだ。雑魚が意外とタフいねこれ。やりきれなかったか。じゃあここで、平清盛が下に出てよいしょっとやりきれたかな。一匹あのカンガルーがちょっと邪魔くさかったよね、大きくて。さあ、ダルタニアンどうしようかな。ダルタニアンもうここら辺でさ、こう上カンからのダルタニアンに当たっていきたい。これかわいいよね。一人はみんなのために、みんなは一人のためにってね、あの猫語ですかねこちら。さて、そんな話してたら来たな。これダブルダルタニアンでさ、こういう当たりでいこう。このストライクショットのこのセリフすごい可愛いんだよねダルタニアン。さああと4ターンか。どうしようかな。弱点そこだけど、一人で弱点カンカンってこれどんな感じだろう。でも特にキラー持ちだけど、スルトにはキラー持ってないんだよね。向こう行った方がいいのかな。ダルタニアンに当たっていきたい。よしよしよし、いいよいいよ、いい感じ。来た来た来た、ナイス弱点、ナイス弱点ヒット。さあ、ここもねダルタニアンに一応触れておきましょうか。よし、さあどうだ。 OK、スピードクリアまでね2ターンをこれ余らせた状態でクリアすることができました。さすが水属性パーティーで組むとそんなにダメージ大きくなかったのかな。安定してた感じがするな。よし OK。 いやー、しかもするとあと2分だったしね、これ入るの。ノーコンティニューの方で1つするとねいただきました。ありがとうございます。さあ、こちらねすると一体ドロップと。いやー助かった、ありがとうね。このダルタニアン、やっぱねダブルダルタニアンはね非常に強い。ボス戦すごい有利。そして、私の方がねダルタニアンがダルタニアンじゃなくて、スルトか。スルトがね実を言うとこちら持ってるんだよね。これが確かね、進化したバージョンかな。進化すると妖精キラー L、 そしてアンチ重力バリアと。こちらねカメクエにね最適性でございます。だからねすると運極にして、あの奥検知だったり、まあ、お昼と夜に来るカメクエに行くと結構ねドロップしてくれるので非常に役に立ちます。そしてスルトがねドロップしたやつこちらだ。これがね進化前かな、進化神化前のスルト、こちらになります。いやーよかった。早速このスルトをさ私合わせちゃおうかな。まだラック2なんだよね。いや運極への道はね果てしなく遠い感じですけど、あと運極するのに96体のスルトがいればね運極まる感じでございます。この道のりが本当に長い。よし OK。 はい、ということでね、今回するとこちらのメンバー、ダルタニャン、平清盛、そして、始皇帝、あとはフレンドの方にね、ダルタニャンで全部水属性パーティーで固めていきました。やっぱ水属性で固めるとね非常に安定してるのではないでしょうか。はい、こちらねダルタニャンはガチャで出たんだけど、始皇帝と平清盛はこう頑張ったらねドロップするモンスターでありますので、まあちょっとすると行きたいけど辛いなって方はこちら平清盛と、まあ、始皇帝の方をねこうちょっとドロップして行ってみてはいかがでしょうか。はい、ということでね、今回モンストの動画これにて終了でございます。まあまた他にもね行きたいモンスターまだまだいっぱいあるので、どんどんね動画の方も上げていきたいと思います。はい、それではまた次回、ゆずきしろでした。最後までご視聴いただきありがとうございます。
まだチャンネル登録してない方は下のチャンネル登録ボタンから登録よろしくお願いします。